どうもこんばんは、オオカミです。今日もプレコアやっていきたいと思います。前回の行ってなかった道選択肢ちょっと選んだのをやっていきたいと思います。おっと、俺としたことがどこで間違えたのだろう。誤った道を歩んでしまったようだ。やはり一人で歩くのは初めての経験だったせだろうか。せだろうかってこれ、いい抜けてるね。出たのは行き止まりの小さな部屋だった。ここには小さな地底湖以外何も見るべきものはない。正面の壁に迷路の内の案内地図が掲示してあるだけだ。そうか、あそこを右だったか。しっかりと地図を確認し、行くべき道を確かめる。これでもう迷うことはないだろう。これだけ長いバイトをしてきた、続けてきても、まだ道を間違えるなんて小林さんに話したら一生からかわれるだろう。これは俺だけの秘密にしておこうと決めた。気を取り直して見回り再開と、くるりと、体を翻したとき流れゆく景色の中に赤い何かがあることに気がついた。何？真っ暗の空間の中でそれは真っ赤に輝いて見えた。ぽっかりと口を開いた地底湖の水面、その上にビニールでできたような光沢を放つ赤い靴が浮かんでいたのだ。何これ。懐中電灯の光に照らされてぬらぬらと輝くそれは特別異質な存在だった。子供用のもしくは少し大きめの人形の靴だろうか。いずれにせよ鍾乳洞などという変わった場所にあることと時代がオカルト話のような出来事だ。地底湖に誰かが落ちたとは考えにくい。捜索届の出されたという話は聞いていないし、今日だって子供は来ていない。だとしたらこの靴は いつからここにあるのだろう。可能性の一つとして挙げられるのは他のところから流れてきた説だ。この地底湖には水流がある。これゆっくりこんなに分析してる場合、まあそうだね、他のところから来る可能性もあるね。何も不思議はない。キャンプでもやっていた家族がいて、そこの娘が靴を流されてしまったのだ。それが巡ってここへ浮き出た。このシーンだけを切り取れば怪談話だが、一連の流れを想像すれば何も怖いことなんてない。とりあえず回収して事務所に持ち帰ろう。こんなところに靴が浮いていたんじゃ他にも驚いてしまう人が出てくるだろう。それに警官がぶち壊しになる。俺はしゃがみ込むと柵の間から手を伸ばして真っ赤な靴を拾い上げた。テカテカと光るそれをつまむと軽く見回りを済ませて全然戻った。ほう、お、大丈夫だった。おいおい、マジかよ、ついてねえ。鍾乳洞の中は外部の音が聞こえない。だから見回り中は気づかなかったが、外では雨が降り始めていた。雨だけならまだいい。どうせ家に帰ったらシャワーを浴びて眠るだけだ。傘がないのも問題ない。しかし雷だけはどうにもつかない。あの光と轟音は俺の体を縮み上がせるのだ。遠くでゴロゴロと雷が聞こえる。雷鳴か。曇るのを流れるスピードを見ると家に着く前に雷雲と遭遇してしまうのは間違いないだろう。ならばいっそここで雷が止むのを待った方が賢いのだろうか。小林さんがいれば迷わずとどまることを選ぶのだが、作業机の上に投げ出した真っ赤な靴が俺の気持ちを暗くしていた。帰るか。今から本気で自転車を飛ばせば本格的な雷雨になる前に帰れるかもしれない。それにいつ止むかもわからないのだ。そうだよそうだよ、そうそう、いくらバイト先とはいえ鍾乳洞の中で一晩過ごすなんてまっぴらごめんだった。俺は鍾乳洞の入り口に南京錠式の鍵をかけると一目散に家に帰った。帰り道に散々降り注いだ雨は俺が家に着いた頃になって弱まった。水を吸った服は重く、着ているだけで体力を奪う。俺はすぐにシャワーを浴びると夕食も取らずに横になった。基礎だね。携帯の振動が枕を伝わって頭に響く。目覚ましに設計した時間だと思い俺は大きく伸びをした。バイブ音が止まない。ふと携帯を手に取ると、目覚ましではなく着信によって振動していたのだと気がついた。あ、もしもし。慌てて電話に出る。もしもし、僕だけど、ちょっと事務所が大変なことになってるんだけど、今すぐ来れる？
電話の相手は小林さんだった。はい、今すぐ出ます。状況の飲み込めないまま、俺は2つ返事で了承した。行ってしまった以上、すぐに家を出るしかない。俺がバイト先に着くまでの大体の時間は小林さんにも把握されてしまっている。あくびを噛み殺し、自転車を立ちこぎした。バイト先についてまずはじめに驚いたのはパトカーが止まっていたこと。何やら物々しい雰囲気の警官たちが小林さんと話し込んでいた。何があったんですか？自転車を引いたまま小林さんに尋ねる。あ、おはよう。事務所に泥棒が入ったみたいなんだけど、鍵かけてたよね。小林さんは困ったような悲しい顔でそう尋ねる。きっと俺を疑ってしまう自分自身が嫌になるんだろう。小林さんは本当に優しい人だから。もちろんかけましたよ。確かにかけたのだからそう言うしかない。だよね、見回りもちゃんとやったよね。やりましたよ。とりあえず状況を教えてもらえませんか？そうだね。あのね、朝来たら事務所の中が荒らされていたんだよ。警察が言うには、鍵をこじ開けられた形跡はないらしいの。つまり荒らした犯人は鍾乳洞の中にいたのかもねって。その話を聞いて俺は少しゾッとした。俺が昨日一人で見回りしていた時に犯人はすぐそばにいたのかもしれないのだ。そうでしたか。それで被害総額はどのくらいなんですか？それがね、何にも取られてないんだよね。小林さんは困ったように頭をかいた。取られてない？どういうことですか？聞かずにはいられない。そのままよ。荒らされただけで何も取られてなかったの。小林さんは嫌がらせかな、なんてつぶやいた。とにかく現場を見たくて、警官の脇を通って事務所の中に入る。確かに事務所の中は荒らされていた。机が開けられ、ポスターは破られ、筆記用具が散乱している。昨日の見回りの時何か変わったことはなかった？いつの間にか隣に立っていた小林さんが言った。変わったことを。あ、思い出す。赤い靴のことを。小林さん、赤い靴って落ちてませんか？突然大きな声を出したせいで小林さんはビクンと大きく震えた。赤い靴？なかったと思うよ。何なのそれ？やはり、犯人が探していたのは赤い靴だ。昨日の見回り中、迷路の奥の部屋で赤い靴を見つけたんですよ。それを持ち帰ってきたんですけど、それが見当たらないんだね。それだけ確認すると、小林さんは警官の方へかけていった。どうなった？小林さんが何やら説明すると、警察たちは釈然としない顔をして帰っていった。解決したのだろうか。俺が不思議そうな顔をしていると小林さんは言いにくそうにこう言った。ごめんね、もう今回のことは忘れて。無理です。だよね。その後、事務所を片付けながら小林さんは話してくれた。それはまるで見回りの時に聞かされる怪談のような話。これがあれか。真実か。あの赤い靴は小林さんも見たことがあるらしい。それだけじゃない。その持ち主とも会ったことがあるそうだ。あ、そう。あ、そう。そうですか。僕がまだ新人だった頃ね、僕も拾ったことがあるんだよ、その靴。どうしたらいいかわからなかったから、とりあえず事務所の取得物入れに預けていたんだけど、拾ったその夜、僕が見回りを済ませて帰ろうとしたら、5、6歳の女の子は受付前に座ってたんだ。うわ、ゾッとするよ、これ。お兄ちゃん、お靴返して。女の子はそう言ったらしい。僕は言われるがまま返したよ。怖かったからさ、直感的に生きている人間じゃないって分かったんだ。それから数年後、今度は前と違うところで靴を拾ったよ。その夜また女の子が現れた。うわぁ、きついな。こういう経験が今まで4回くらいあったんだよ。だからさ、僕はこう思うんだ。あの女の子は何度も死んでいるんだって。彼女が死んだところに靴が落ちる。それを誰かが入り口まで持ち帰ると彼女はまた鍾乳洞の中に入っていくのさ。何を目指しているのかは知らないけれど、きっと鍾乳洞のどこかにゴールがあるんだろうね。小林さんは最後にこう付け足した。今度靴を拾ったら事務所の外に置いておくということで。エンド、迷宮2。はい、そうでしたか。はい、ちょっと変わった選択肢できました。選択を繰り返した先には開けた空間があった。普段は行かない場所だ。間違えたよ、俺。
何度も何度も見回っているはずの場所を間違えるなど、自分が情けなくなる。はーっと息を捨てて、道を戻ろうとしたとき。おい。え？これさ、普通に固まるんだけど今。まあ読み上げることでちょっと怖さを薄らげよう。はい、次次。魚かな？突然呼びかけられ。まるで脳天から杭を打ち込まれたような衝撃に襲われた。これここ声入ってるってさ、ちょっと今更だけどさ、苦情なんだけどさ、おかしくない？ダメだよね、BGM だけのはずだってこのゲーム多分。誰だ？上ずった声に覇気はなく、ただただ情けなく響く。ブルブルと震える手で懐中電灯を向けた先には、大きなズタ袋を引きずる大きな男がいた。左右の目は大きさが異なり、武将髭を生やしている。不審者かな？その髭の間からは黄色とも茶色ともつかない色をした歯が覗き、ひどい匂いを放っていた。身長は180ほどあるだろうか。とても格好のいい、恰幅かな、のいい男だ。どうしてここにいるのか。ここで何をしているのか。彼は誰なのか。その袋の中身は？聞きたいことはたくさん思いついたが、何よりも先に。なんて強そうなホームレスなんだろうと思った。お前、手伝えよ。そう言いながら、ゆっさゆさとズタ袋を揺らす。その度に袋の中からはうめくような泣いてるような声が漏れる。明らかに中には誰かが入ってるように思えた。その、誰か手伝い呼んできますよ。ほら、重そうだし。口から出まかせに言葉を並べる。とにかく事務所に戻って警察なり何なりを呼ぶべきだと俺の常識が叫ぶ。非常警報になってる常識が。そんな時間ねえよ。フランするんだよ。そうしたらもう捨てるしかねえだろうが。なんで誰も理解しねえんだよ。俺がやたらとえを伸ばすせいで、あたりにはドブのような匂いが広がった。わかりました。フランですもんね。俺にも経験あります。緊張と恐怖で自分でも何を言ってるのかわからない。頭はパニックになり、状況を把握することができないが、心の中ではなんとなく目の前にいるのが生きている人間ではないことを感じ取っていた。それで何を手伝えばいいんでしょうか。捨てるんだ、捨てるんだよ、もう捨てるんだ、捨てていいんだ。きっとズタ袋のことを言ってるんだろう。濁った目からは真意をうかがい知ることはできない。ゆっくりと男は歩き出し、俺はその後ろに続くしかなかった。不思議なことに、男は鍾乳洞の地図が頭に入っているかのように迷わず歩いていく。その間男は何も話すことはなかった。ただひたすら真っ暗な道を進む。混乱に陥った俺の頭は、進む方向から目的地を推測するということができなくなっていた。やがて、ここに捨てるんだ。男が足を止めたのは、普段立ち入らない行き止まりの部屋だ。行き止まりとは言ったものの、それは観光客にとっての話。空間的には奥がある。というのも、奥の部屋に行くためには、腰まで水に浸りながら歩く必要があるため、便宜上行き止まりとなっているのだ。行き止まりでしょ、もう。男はそんなことをしない、気にしないようで、ジャブジャブ遠くへと進んでいった。実は俺自身、この奥の部屋に行くのは初めての経験だ。普段は見回りすらしないようなところに、この男は進んでいく。追いかけないわけにもいかない。うわぁ。どうなのこれ。よく追いかけられるなって気もするんだけど。地底湖の水は刺すように冷たく、麻酔のように皮膚の感覚を奪っていく。冷たさのおかげか、ポケットに携帯が入ってなくてよかったと思えるほどには落ち着いてきた。俺がヨタヨタと水の中を歩き終えた頃には、男はすでに次の行動に移っていた。それは、ズタ袋の中の何かを殺していたのだ。大柄の男は馬に乗りになり、袋めがけて力任せに拳を叩き込んでいる。それは奇妙な光景だった。俺の懐中電灯が映した殺人の風景。どうしてそれが殺人だと感じたのかは俺自身にもわからない。ただそう思った。しばらく殴り続けた男は気が済んだのか、肩で息をしながら俺の方を向いた。なあ、疲れた、捨ててくれよ。ぶっきらぼうにそう言うと、その場に座り込んで膝を抱えてしまった。捨てろとは、部屋の奥に、
部屋の隅にある地底湖へ捨てろということだろうか。正直俺は袋に触れたくなかったが、断ったらどうなるか想像もしたくはない。ため息と一緒に、これなんだろう、戸惑いを捨て、俺はズタ袋の端を掴んだ。その瞬間、はい、来ます。おそらく猿グツアーで封じられた口から漏れた断末魔なんだろう。低くくぐもった声とともに大きく痙攣したズタ袋。それきり動かなくなり、鍾乳洞内には静けさが戻った。この袋の中身は何ですか？そう聞きたい。そんな思いを殺しつつ、俺はズタ袋を地底湖の中へと落とした。懐中電灯の光の中、それはゆらゆらと沈んでいき、やがて闇の中へ溶けていった。終わりましたよ。そう言いながら振り返った時には、すでに男の姿も消えていた。おー。これ、っていう経験をしたんですよ、小林さん。どうですか？失禁ですか？65点。ノット失禁です。俺は小林さんに話をした。いつも小林さんがするように、俺はある種のネタのように匂わせながら。なぜかというと、小林さんの反応が見たかったから。俺よりも何年も先輩の小林さんなら、あの男について何か知っているかと思ったのだ。しかしこの反応、完全に作り話としてあしらわれているようだ。わかんなかったんだ。俺が遭遇したあの男は何だったのだろう。小林さんという当てが外れて、俺は少し肩を落とした。はい、来ました。何が来たかわかんないけど、多分これおかしいやつだよね。でももっと点数を上げる方法があるよ。小林さんは声のトーンを落として静かに続ける。もし仮にだよ、また同じ男に会ったら袋の中を覗いてごらんよ。そうすればきっと100点の経験ができるからさ。エンド。65点。いやー、知ってるんだね、やっぱりね。怖いね。これでこのシリーズ、変わったバイトシリーズは終わりとなります。一応全種類のエンディングはさっと出たのかなと思います。そんなところで本日もお付き合いいただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメント等よろしくお願いいたします。狼でした。アディオス、アミーゴス、またねー。